皆様こんにちは、山芋です。ピクミンブルームツアーお疲れ様でした。たくさんの人に出会えてとっても嬉しかったです。で、たくさん動画を撮ってきていたんですけど、ちょっと編集に時間がかかってしまいます。一人で撮影して編集もしているので、かなりちょっと時間をいただかないといけないなということで、そうなると日がねだいぶ空いちゃうので、先に感想の方をね、この上にいるピクミンたちと一緒にお送りしたいと思います。で、今この上の画面に映っているピクミンたちは今回のイベントでゲットしたピクミンたちです。まず私山芋の感想でございますが、最高に楽しかったです。ありがとうございます。行ってよかったです。今回はね、初めてのピクミンブルームツアーということで、もしかしたらちょっとなんか事件が起きるかもしれないなとかいろいろ思ったんですけども、観光に行くと思って、それでもピクミンもゲットできたらいいなっていう気持ちで行きました。っていうのも、まあ、前にねリアルイベントがあった時がちょっと事件があって、多分運営さんの方もあ、これはやべえみたいになってたと思うんですけども、まあ、調べたら出てくると思いますが、今回はねその話を抜きにしても楽しかったです。あれよりマシとかじゃなくて楽しかった。ではまず最初からお話ししていきます。で、この動画はまた次にねピクミンブルームツアーが来た時に参考になればいいなと思って残します。まず最初の集合時間なんですけども、朝10時から18時、集合時間っていうか10時から18時までの間にその場所に行けば大丈夫っていうことなので、別に集合時間ではないんですよね。ただ前みたいに早く行かないと先着順でなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが怖くて早く行った方ももしかしたらいたかもしれません。私が到着したのは10時5分前でした。で、100人以上の方が並んでいるなという印象を受けました。で、私があのサンバイザーをもらったのは10分もかかってないと思うので、5分ぐらい待ったかなぐらいでしたね。で、すぐに順番が回ってきました。渡す方がね、サンバイザーとマップを渡す方が何人もいて、効率よく順番が来るようにスタッフさんがすごく誘導してくださいました。前回のリアルイベントと違って人数があらかじめ分かっているので、混乱もなく数もねきっちり用意してあるので、その最初の広場のところで揉めているとかそういうものは一切ありませんでした。逆にマップもサンバイザーもいらないよっていう方は別に最初の場所に行かなくてもピクミンブルームツアーをすることができるっていうことでした。マップも先にネットの方でダウンロードすることもできるし、サンバイザーもねいらないよっていう方は別にもらわなくてもいいっていう、見せる時も名前を確認されるわけじゃなくて、ピクミンブルームツアーの参加券が写っているスマートフォンの画面を見せるだけでした。私が帰り際かな、3時ぐらいにその広場のところに行った時もちょうど来た方がいらっしゃったので、もし地元で開催されていけるかわからないなっていう方も申し込んでおいて、もう最後の1時間だけ参加するとかそれでもありなんだなと思いました。続いてこのマップのスポットについてお話します。所要時間などですね、気になることもあると思います。私は朝の10時から行って2時ぐらいに全てを終えました。観光もしたので他の方よりはゆっくりだったかな。カメラも回してたのでいろいろ実況しながらやっていたので時間がかかりました。私のリスナーさんで1時間半で全ての12個のスポットを回ったっていう方がいらっしゃったので、回ろうと思えばすごく短時間で行ける可能性もあるということですね。地下鉄やあとレンタルの自転車も活用して早く回ることもできると思います。全然歩いてでも行けるんですけども、私もちょっと地下鉄乗ってみたくて乗ったんですけども、歩いてでも全く問題なく時間内に回れるっていう広さだったので、しかもちょうど良かったですね。ちょうどいい広さだったので皆さん満足されてるんじゃないかなと、私はすごく満足でした。で、電車が通ってる場所っていうのもあるから、体力の自信のない方とかもね参加できるなっていう、すごいなと思いました。イベントのピクミンなんですけども、ゲットしたピクミンですね、今上にいるこういろんなピクミンがいるんですけども、このマップに書いてあるそれぞれの場所でそれぞれの場所が入ったこのピクミンがもらえました。お題のピクミンはもちろんすごく嬉しいんですよ。日付と札幌ツアーって書いてあるしすごく嬉しいんですけど、この観光名所のピクミンがものすごく嬉しかったです。やっぱり探知機を回しても絶対にその観光名所のピクミンをゲットするとは限らないじゃないですか。それが駅のピクミンをちゃんと切符でね、今日の日付と札幌って書いてあるし、テレビ塔も日付が入ってるわけですよ。めちゃくちゃ嬉しいと思って、
自分が行ったところのピクミンが必ず手に入るっていうのは簡単なことじゃないじゃないですか。それはもう大満足です。本当にこの金のプレゼントシールのピクミンは もちろん特別なんですけども、その観光名所の名前が記載された他の子たち12匹のピクミンも全部宝物です。これは地元の人でもなかなか狙ってゲットできないのでめっちゃすごいと思う。これね、有料級じゃないかなって思いました。でついでに私はここのイースターのエッグ、イースターの子たちも札幌で金の苗をもらえるように頑張って、で札幌のピクミンとして私のスマートフォンの中に住んでます。で今回出会ったピクミン全部宝物になっちゃったんで、本当にあのピクミン上限早く増やして、でナイアンさんには言いたいです。またしても野に返せないピクミンが増えました。で続いてお題なんですけども、7000歩を歩こうと7カ所のスポットを採取しようと桜を3000本植えようですね。でこの桜なんですけども、この12カ所を回るこのスポットをこうピッてしたら桜がブワッと落ちてくるので、桜のエキスがブワッと落ちてくるので、まあ、これは誰でもこれに参加している方はできると。しかもこの桜のエキスが上限を超えても持てるんですよ。で私も必死に自分をこう取りながら、周りを取りながら一生懸命スポットを巡っていたので、自分の桜のエキスがどうなってるか全く分からなくて、ほぼ上限に近い1000まで溜まってたはずなので、わもうこれあぶれてる、もったいないことをしたなと思ったんですけど、見たら1300とかなってて、あすごいってなりました。そこはね、全くだから損せずにそういうことをちゃんと配慮してくださってるんだと思ってちょっと感動しました。でこのお題自体はもう巡ってる間に終わる感じだったので、まあ、時間のない方でもスポット5箇所回るだけとかだったら1時間では行けると思うので、もし地元で開催されて仕事終わりの5時から6時しかできないっていう方でもこの3つもしかしたら行けるかもしれないので、もし今後ね仕事のある日に来たらどうしようと思った方でも行ける可能性がある、限定のものだけもらうことができる可能性があります。でこのお題とかこのマップとかがちょっと物足りないなって思った方は、もしかしたら、まあ、あのこのマップ札幌にお住まいでもう回る順番がすぐ分かるとか、もう観光しないとかだったらちょっと物足りないかもしれないんですけど、私は関西から乗り込んでいったので普通にもう全くもう全てが分からない状態で行ったのでちょうど良かったです。これ以上ちょっとねお題があったりとか回る箇所が遠かったりするとちょっと混乱したかもしれないなっていう、初めての人が行った場合を考えたらこれ以上増やさないでほしいなと思います。で自分大阪なんで、大阪でもし開催された時は多分物足りないと思うかもしれない。もう場所とかも分かるし、先あっち行ってこっち行ってやった方がいいとか、あっちのカフェでここで何時に休憩したからこう回ろうとか自分で多分できると思うんですけど、全くこの分からない状態だったので多分旅行気分で行った人にはいい内容かなと思いました。で次ですね、私は一人で参加したんですけども、一人で参加しても大丈夫なのかどうかって、全然問題ないと思います。お一人でもサンバイザーをかぶってらっしゃる方全然いました。結構ね皆さんかぶってるんで、特に午前中とかご飯食べる前とかもずっとみんなかぶってる、ご飯食べたとこ外して忘れてるみたいな方もね、手で持ってる方とかもいたんですけど、これね赤いテープみたいなのをこう遊園地でやるようなやつをこう巻いてもらって、リストバンドか、リストバンドを巻いてもらってサンバイザーつけてマップ持ってって結構目立つんですよ。だからまあすれ違った人はあこんにちはみたいなことになる人もいるし、ちょっとわからなかったら聞けるし、全然楽しかったですね。私はすごいたくさんの人に話しかけちゃったので、多分びっくりされちゃったかもしれないんですけども、あのいろいろ教えてくださった方ありがとうございました。でこのゲームはライトユーザー向けということで、まあ、ナイアンさんが作ってるんですけども、で今まで結構 YouTube ずっとやってきて Twitter もやってて、まあ、このゲーム初めてゲームでハマったとか、あんまりゲームしないけどピクミンだけ続いてるっていう方とかは結構聞いてたんで、その方がライトユーザーかなと思ってたんですけど、ちょっと違うなと思いました。 SNS を見ない、ゲーム内のお知らせだけを見る、 YouTube、Twitter わからないとか、見るけどそんなにみたいな方が結構やってるなっていう印象を受けましたね。だからネットを返さなくても、まあ、ゲームのお知らせだけで、まあ、大体やり方わかるし大体できる。だから周りの人が、まあ、もちろん私のことを気づいてくれた方もたくさんいるんですけども、あ YouTube されてるんだと、 YouTube みたいな、あ YouTube でピクミンの動画やってる人いるんだみたいなぐらいの人もたくさんいたので、あすごい新鮮というか、まあそうだね、確かに攻略動画攻略そこまでね
やってればまあ集まるしなとか思いながら、そうだよねと思いながらいろいろお話をさせていただきました。だからゲーム内のお知らせで今回ピクミンブルームツアーが出てきたので、それを見てたまたま当たったから来たっていう人が多かったので、だから本当に純粋にピクミンブルームツアーを楽しんでらっしゃって皆さんが、それもすごい楽しかったです。で今回のイベントで私が一つ困ったなって思うことがあって、それは充電が減りがやばい。私2回分フルで充電できる充電器を持参していったんですけど足りない。もちろんまあカメラと、まあ、スマホ2台、まあ、2台あの1台しかピクミンブルームは入ってないんですけど、 1個はまあ連絡用とか、まあ、1人で来てるので、まあ、スマホは常に2台持ちなんですけども、今回はいつもの自分のアカウントでピクミンブルームツアーに参加していたんですけども、充電がねすごかった。本当は AR 撮影をいっぱいしたかったんですけど、もう持たなくて、もう最後は本当薪でやばいやばいと思いながら走り回ってました。結構まあ、レンタルの充電器が、まあ、札幌市内にもたくさんあるので、まあ、皆さんそれを借りてる方も結構いたんじゃないかなと思います。あと持ち物の中にモバイル充電器で水分補給するものって書いてあってもいいんじゃないかなって思うぐらいの充電の減りでした。まあ、ずっと見てるし、みんなで花火をしたくなるんですよね。そうするとめっちゃ楽しいんですよ。うわいっぱい人がいるってなるんですけど、まあ、もう充電 13% どうしようみたいな状況がすごく多かったです。常に差しながら歩いてました。こんな感じですかね。で、それらを楽しんでいる動画、攻略動画じゃなくて私がどんな風に歩いたかっていう動画を今編集中です。ですごいちょっと時間がかかるのでもう少々お待ちください。私と出会った方、もしかして映ってるかもしれないなと思ってる方、もう少々お待ちください。ちょっと時間がねかかっちゃう。でスタッフの皆さんとかともお話しさせていただいて、本当に皆さんありがとうございました。で今回のツアーは多分大成功だったと思います。途中晴れてたり雪が降ったりとかいろいろあったんですけど、まあ、寒い地方に行って雪が降ってるのでそれはそれで感動したんですね。基本的にはちょっと寒いかなぐらいだったんですけども、まあ、問題なかったので本当に楽しい一日になりました。0泊3日頑張りました。またねこれ観光っていうのであるんだったら本当に都会じゃなくて地方でやるっていうのも、まあ、町おこし的な感じでいいのかもしれないなと思いました。ただね参加したくても仕事が先に入ってるっていうね、今回なんか2週間前3週間前結構ね告知が遅かったので行けないっていう人がねたくさんいらっしゃったので、もし今度地方でやる場合は早めにご報告をねしていただきたいと思います。まあ、都会でそこで働いてる方とかだったら、まあ、最悪仕事終わりに昼休みに行けばなんとかなる可能性もあるので、まあ、早めの告知をなんとかねしてほしいなと思います。今回本当に楽しかったです。ありがとうございました。やってくださった皆さんありがとうございました。とりあえずご報告の動画となります。次の動画をぜひ楽しみに待っててください。バイバイ。